アレルヤありがとうございます今日私は創世紀一章9節から13節の御言葉を通して乾いた土地の祝福をくださった3日目という題名で御言葉を語りたいと思います、えー、前回の内容を復習してみるとですねまず1つ重要なことがありましたこの聖書は科学の本ではないということなんですね聖書は、えー 科学の本ではありません多くの人はこの漱石1章の内容を科学,から科学の観点から見ようとしますしかしヨハネ20章を見てもこの全てのもの聖書に記録されている全てのものはただイエス・キリストについて明かししているということを語っていますですから聖書全体は イエス・キリスト、お一人を証し,しているものであります。それが救済史的な観点から見るものであります。私たちはこの本を、聖書の本を救済史的な観点から見なければいけません。そうしなければ、この聖書が、えー、解き明かすことはできません。では、えー、1, つ目あ1日目、光にの創造について学びました。アダムに、 見言葉の光が照らされたことを意味していると勉強しましたね。そしてアダムは悔、えー、い改め、そして昼と夜に分けられましたね。信じる信、えー、徒の側と信じることのできないカインの側と説とカイン2つの系列に分かれたと言いました。そして2日目には、えー、大空を作って、 大空の下のの下水水と上の水を分けましたねこの水というのはノアの箱舟の,その洪水について思い浮かびますけれども世の中に罪がはびこり洪水によって全ての地を審判されましたそして上の水と下の水が合わさってこの地上を全て覆ったと語られていますしかし神様はノアを覚えてもう一度天の扉を閉ざして また上の水と下の水を分けられたと記録されていますねそして今日3日目です乾いた地の祝福をくださいました今日私たちはこの3日目について学びたいと思います3日目にはまず地と水を分けられました下の水を全て一つの場所に集めて土地を表せられましたね この3日目は少し特別なんですけれども他の日は1つの働きをされたんですけれども3日目と6日目には2つの働きをされましたですから地と海を分けられた後に種を生じる草やまた種のある実りを結ぶ果実を種類に従って芽生えさせられたと語っています2つの働きをされたわけです 例えば4日目にも小さな光大きな光星を作られたと語っていますけれどもそれはつつのの働働ききでではなく1つの働きですどういうことかというとまず「旧節」を見るとですね「そのようになったと」とという表現とまた「 神はそれを見てよしとされたという表現が出てくるんですけれどもこれは一日を終えたということです一日を終えたと旧節を見るとそのようになったそして1説節にそれを見てよしとされたそれが一日の終わりですそして1一節を見るとまた神は仰せられたといって地が植物その種を生じる草やその中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせようそのようになったと語っていますね 3日目にはこの2つの働きをされたわけです。6日目も同じように記録されています。24節を見るとその通りになったと。そして25節に神はそれを見て良しとされたと。また30節にいてみるとそのようになった。そして31節にそれは非常に良かったと語っていますね。6日目も同じように2つの働きをされたわけです。これを見ると、えー、この 3日目と6日目は何か関連があるということを意味しています。漱石1章のこの構造を見てみるとこのように見ることができます。1番目、2番目、3番目の日また4番目から5日目、6日目までをに分けることができるわけですね。 まず1番目と4番目は関連していますまた 2, 番2日目と5日目また3日目と6日目がつながっているわけですこれはどういうことかというと創世紀一章二節を見ると神様は想像をなされるときにこの地は何もなかったわけですまた宝爆、えー、としていて何もなく大水が上にあったと語っていますね この闇があったわけですけれども闇に光が照らされましたよねそしてその暴膜として何もない状態が続いていました秩序がない状態でしたまた形式や形がない状態です形のない状態そういう状態があったわけですよねそしてつ日 1>, 1日目から3日目までその形を作る過程でありましたそして4日目から6日目はその中にその虚なしさ闇全く何もない状態の中に神様はえその中に必要なものを入れておかれたわけですそれが4日目から6日目の働きです例えば 1>, 1日光があれといって光を表せられそして光と闇を分けられましたねそして大きな光を作って昼をつかどらせまた小さな光を作って夜をつかどられましたですから朝と夜というそういう形を作ってその中に入れられたということです2日目も 下の水と上の水を分けられました。そして5日目には鳥を作られました。また魚も作られましたね。その中に入れられたわけです。そして3日目には地と海を分けられましたよね。そして木々を作られました。この6日目にはその中に暮らす人とまた獣を作られました。 その、えー、果汁を食べることができるように人に与えられたわけですね。獣にも与えられました。闇のない、えー、状態にしてくださったわけです。それが神様の創造の働きです。ですから神様は私たちを創造してくださるならば、新しくまた変えてくださるならば、私たちの暮らしの中にも秩序が整って、 神様がその意味のあるものにして本当に虚しいものではなく神様の御言葉のために働く秩序のある満たされた状態に変えてくださるということを意味しています。そういう時に私たちの中にですね安息が与えられるわけです。では今日具体的にこの3日目について見てみたいと思います。何を意味しているのか一緒に見てみましょう。 まず創世記1章2節を見ると先ほども言ったように地は暴爆として何もなかった闇が大水の上にあり神の霊が水の上を動いていたと語っていますねヘブル語を見ると鳥がですね水の上を飛んでいくようにですね降りるところがない状態を意味しています 神様の霊がとどまるところがない、そういう場所を探しながらもとどまるところが探すことができない、そういう状態にあったということを意味しています。神様が立つべき場所がなかったわけですね地。地上が整ってないからです。神様が働かれる舞台がなかったわけです。ですから神様は、 え水を集めてそして、えー、乾いた地を、えー、現れるようにしてくださったわけですねされたわけですねではこの出来事が救世主的な、えー、意味を見るとどのようなことを意味しているのか見てみたいと思いますまず一番目に洪水の審判の終わりを、えー、見せています 洪水のの審判の終わりを見せていると。この血が罪によってはびこってそして水によって裁かれたわけですよね洪水によってこのノアの家族を救われたわけですけれどもそして全世界をこの水によって覆われましたそれで終わればノアとその家族も結局は死んでしまうわけですよね 食料がなくなってしまいますから。ですから神様は創世記発祥、一節の御言葉を通してみると、神様はノアと、またその中にあるすべての獣や家畜を心に留められて、地の上に風を吹き,すが吹きすげさせられると語っていますね。これはチャカールという単語です。ャカールこれは覚えられたという意味です。覚えられた。 心に止められたとノアを覚えられたということですノアを覚えたからこそ風を送って水が乾くようにされたわけですノアを覚えてくださったためにそして結局創世記8章1 3節から1 4節を見ると601年の第1月の1日にですね地上から水が全てなくなり 地の表が乾いたと語っていますね。そして2月の27日に出てきたわけです。まだ乾いてなかったために2月の27日に血が完全に乾いてそこから出てくるようになったわけですね。2月27日に箱舟から出たわけですね。土地が乾くまで箱舟から出ることはできませんよね。ですから土地が完全に乾くまで神様を待たせてその後ノアを出したわけです。 これは何を意味しているかというと土地が乾いたということは洪水の審判が完全に終わったということを意味しています。罪の波、審判の波、その怒りの水が全てなくなって完全に乾いたと、また新たに出て新たに始めることができるということを意味しているわけですね。ですから私たちにも今 神様が覚えてくださり、心に留めてくださり、この審判と罪の、このすべての水からすべて遠ざけて、乾かせてくださり、祝福された乾いた土地を私たちのために備えてくださる祝福を得る皆さんとなることを主のめらもて祝福いたします。2番目に、地の約束を初めて受けたアブラハムを覚えさせます。 土地の約束を与えられたアブラハムを見せています。聖書で神様がですね、この土地を与えると約束された最初の人はアブラハムです。アダムにも土地について、ノアにも土地についての約束はありませんでした。アブラハムに最初にあなたに、またあなたの子孫にこの地を与えると約束されたわけです。 創世記12章7節を見ると神様がアブラハムにで現れましたよね私があなたにこの地を与えるとカナの地を約束されました創世紀15章18節を見てもアブラハムと契約を結ばれながら私はあなたの子孫にこの地を与えるエジプトの川からあの大川ユーフラテス川までだと語っています契約を結んでくださいました この土地というのは舞台であります。働くことをでき、また暮らすことのできる舞台です。人は土地がなければ暮らすことはできません。神様も同じように土地がなければ種もまくこともできませんし、実りを結ぶこともできません。神様が、えー、求めておられるのは実りです。しかし、実りが水によって覆われていれば実りを結ぶことはできません。種をまくこともできないわけですね。 しかし神様はアブラハムに地上、この地を与えると、土地を約束してくださいました。これは何かというと、神様の霊がですね、とどまる場所。もともと神様の霊は水面の上を覆っていたと語っていましたよね、通っていたと。舞台がなかったわけです。その舞台を作るために神様は探しておられたということを意味しています。 いくら見てもですね、探してみても、すべて水で追われているわけです。罪人なわけです。信仰のない者たちな、者たちばかりだったわけです。しかし、見たときに、アブラハムを見つけたわけですね。アブラハムを見つけて、信仰の強い、そういうアブラハムを見つけて、アブラハムを通して、 約束の地を与えさせてアブラハムを通して神様が働かれる舞台を用意されたわけですアブラハムの信仰が神様が働かれるそういう土台となったということを意味していますですから神様はアブラハムを見た時にどれほど喜ばれたでしょうか黙示録17章15節を見ると この世の中の水は全て民族と群衆と国民と国語を意味すると語っていますね水は。またヤコブ1章6節を見ると「ただし少しも疑わずに信じて願いなさい」「疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです」と語っています。 疑う,人疑う人は海の大波のようだと、水のようだと語っています。ですから、この世の中には多くの信じない人たちがいるわけです。神様の観点から見ると、すべて海の水のような存在なわけですね。しかし、そこにアブラハムという島が現れたわけです。土台が現れたわけです。そして、アブラハムに地を約束されて。 この土地を与えると約束されてその子孫にその約束を与えるためにエジプトから奴隷生活をしているそのエジプトからモーセを通して出エジプトをさせました約束された地を与えるためにアラノに導かれたわけですねしかし出エジプトして出てきてからすぐに、えー アラノに入る前にですね、航海に出会うわけです、航海。また水なんですね。神様はなぜその道へと導かれたでしょうかエジプトからカナの地に行く道,道はですね、3つの道がありました。3つの道があったにもかかわらず、あえて航海の方に導かれたわけです。出エジプト記14章2節を見ると、 イスラエルの人々に引き返すように言えと、そしてミグドル,の海ミクドルと海の間にあるピハーヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよと語っていますね。引き返せと語っています。ちゃんとした道に行こうとしているにもかかわらず、そこに行かず、こっちに行けと引き返されたわけです。海の前に行きなさいと、航海の前に行きなさいと。 神様は全知全能な方なのに、なぜこの航海の前に道がない場所に導かれたのでしょうかその宿営したというその知らせを聞いてですね、エジプトの軍隊が来ました。もう一度イスラエルの人々を捕まえることのできるチャンスだと言って、軍隊を、えー、送って、 すすぐついてきたわけですよねイスラエルの人々はどのように言いましたかモーセをの恨み、神様を恨んで、エジプトに墓場がないからこのように導いたのかと、ここに導いたのかと、神様に恨みを言ったわけです。ではなぜ神様はこのような状況にイスラエルの人々を導かれたのでしょうか 今日も私たちも同じですね。信仰生活をして、教会に通ってクリスチャンとなって、神様を信じればすべてが良くなるように思うかもしれません。しかし、そうではないわけです。信仰生活をすればするほど、あらゆる試練にも合いますし、苦難にも合います難も来ます。なぜでしょうか。 しかしそれは神様がそのように導かれていると聖書は語っているわけです。神様はそのような過程を通して私たちに何かなそうとされている見心があるわけです。航海でなそうとされるその意味があったからこそ後悔に導かれたわけです。それは水の中に乾いた地を渡らせるためでした。 神様をもっと信じて疑わ,疑わずに神様を信じるそういう信仰を持たせるために神様はあえて険しい道へと導かれたわけです。愛する皆さん私たちに苦難が苦しみ困難が来た時も神様に祈ってください祈れば神様は必ず答えてくださいますそして導いてくださるでしょう。 私たちが祈りの答えを受ける体験が必要です。サタンに負けてはいけないわけです。また、その海の中に現れた乾いた地を体験するだけではなく、その、えー、後ろに 追っかけてきたそのエジプトの軍隊がその航海の,その海の中に沈んだわけですよね。イスラエルの人々の過去の主人でした。エジプト人はイスラエルの主人です。どれでしたから過去の主人が航海で全て死んだわけです。そうしなければ私たちは信仰生活をすることはできません。でなければ、 継続ししててに来て私たちを苦しめるわけですですから、あえて険しい道へと送り、またイエス・キリストを信じる前に、過去に私たちが信じていた多くの主人がいましたけれども、その主人をすべて捨てて、沈ませて、ただ神様だけを信じて使えるものとしてくださるわけです。ですから私たちは感謝して、その乾いた地を渡っていかなければいけません。 後悔の前に来た時には、恨むこともあるわけです。人間の力では解決できないこと、しかし、その試練を乗り越えて、神様が与えられたその道を歩むことによって感謝がえ与えられるわけです。人間の考えでは理解することはできないものです。ですから、神様はこの猛セを通して、え、ー 杖を掲げたことによって風を送られて乾いた土地を与えられたと。出エジプト記14章16節に記録されています。また22節、29節に記録されていますね。乾いた地を進んだと語っていますよね。そしてイスラエルの人々が陸地を。 進んだと語っています。乾いたちを進んだと。これがヤバシャという意味なんです。単語なんですけれども、えー。乾いたちですね。乾いたち。皆さん、今日私たちの前にも後悔のような障害物や大きな問題があるわけですよね。また私たちが思うにも。 神様を信じ,ない信じているのになぜこのような苦しみに導かれるのかと時にはそう思うかもしれませんしかし今日の御言葉を通してそのような中でも神様の恵みがもっと大きく働かれて乾いた地が開かれて必ず良い道へと導いてくださるということをしっかりと信じて最後まで突き進む皆さんとなることを主の皆なもって祝福いたします大きな3つ目に 地上土地は人の心を象徴しています。土地は人の心を象徴すると。ルカによる福音書8章、11節から12節を見ると、この例えはこうであると。種は神の言葉です。また道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。見言葉を聞いたが、後から悪魔が来て。 彼らが信じて救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのですと語っていますよね。種をまく例えを通してある土地は、えー、もう石であったりまたいであったり良い畑であったりしかし、えー、その御言葉をですねどこから奪っていくのかというかというと心から奪ったと語っています。 ですから心から土地というのは心を意味しているわけですね人の心今日の本文は3日目に乾いた地を表してそしてえ果実をまた草を木を生えさせられました土地があってこそ種をまくことができるわけですその心の中に罪の水 疑いの水、世の中の水が全てな、えー、くならなければいけないんですね。なくならなければ種をまくことはできないわけです。6日目には人を作られましたけれども、この、えー、人はですね、3日目に作られた土地の上に、えー、置かれて暮らすことができるようにしてくださったわけです。そして、この木と草と、また、 えー、果物を食べるようにしてくださったわけです。この「種」という単語が継続して出てくるわけですけれども、種と種を強調していますよね。この種はルカによる福音書8章を見ると、この種は神様の御言葉だと言いました。また、マタイ13章37節には、えー、良い、えー、種をまくものは人の子だと語っていますね。 イエス・キリストを意味しています。13章37節を見ると、イエス様は、良い種をまく者は人の子だと語っていますよね。また13章37節に。ですから、神様はすべて準備されたわけです。乾いた血を備えて、種をまくことができるように。しかし、私たちの中に疑いの水があるならば、神様を働くこともできません。種をまくこともできません。 私たちの心の中にあるすべての水をきれいに乾かせなければいけないわけです。土台を作らなければいけないわけです。人の子が、主が来られて種をまき30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるように恵みを下さったということを意味しています。では、この土地をどのようにして準備するべきでしょうか。 今日の本文を見ると人が準備したわけではないわけですよね。神様が直接その土地を準備されてその上に人を置かれたわけです。皆さん。自分が自分の信仰を作ることはできません。信仰というのは神様が与えてくださる賜物です。自分でいくら努力して信じようとしても信じることはできません。時が来ると。 3日目になった時に神様は命令されて水をすべて遠ざかせて土地を作られたわけです。信仰を下さったわけですね。それでエペソ2章8節を見るとあなた方は恵みの故に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物であると確かに記録されているわけです。ですから。 昔はいくら御言葉ばを聞いても信じることもできませんでした。恵みにもならないし、何を聞いてもわからないわけですよね。しかし、ある時からいきなり神様の御言葉ばがどんどん,どんどん耳に入ってくるようになります。信じるようになって、恵みが与えられるわけです。どういうことかというと、神様が乾いた血を準備されたわけです。その水の波をですね、どん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 乾かせて、 市場を与えてくださっているということです。それは神様の働きです。自分自身でできるものではないわけです、皆さん。神様が与えてくださったからこそ信仰が与えられており、皆さんに神様が呼ばれたためにここに今集っているわけです。イエス様を主と告白するのも神様の賜物です。愛する皆さん。主は 私たちの信仰を土台として働かれます。その土台にならなければいけません、皆さん。私たちがいなければ、どこで働かれるんですかその土地に種をまいて、実りを結ぶわけです。愛する皆さん。 私たちの中に乾いた地を創造される神様にいつも感謝して歩む皆さんとなることを主忍びをもて祝福いたします。それは感謝の条件第1号です皆さん。健康も重要ですし、お金も重要ですしいろいろ重要なことはありますけれども、家庭が平和なのも重要ですよね。ししかし一番重要なのは 信じることのできる祝福です。恵みを与えられること、御言葉を聞いて恵みを受けることができること、それが神様の前に感謝を捧げるべき唯一なる理由であります。私たちの家庭に乾わいた地を与えてくださり、私たち神様を信じるようにしてくださったことに感謝しますと。またこの教会に土台を立ててくださり、神様が。 働かれるそういう場所を与えてくださったということに感謝しながらこれから私たちは神様に栄光を表しながら実りを結ぶ皆さんとなることを忍びもって祝福いたします祈ります愛するちなる神様今日も恵みによって私たちを導かれ神様の御前に集わせてくださり礼拝を捧げることができるよう祝福され感謝いたします今日も与えられた御言葉のようにイエス・キリストを信じる信仰の 土台を私たちに与えてくださったたたことを心から感謝いたします私たちの力では信じようとしても信じることもできませんでしたが神様の恵みとまた働きによって信じる心を私たちに与えてくださいましたまた御言葉を聞くたびにその信仰が成長することができるように導かれたことを心から感謝いたします毎日毎日神様の前に感謝を持って歩むことができるよう導いてくださり また私たちの教会のすべての家庭の中に乾いた血が準備されますように祝福してください。いつも30倍、60倍、100倍の実りを結ぶ信徒となることができるよう祝福してください。また今どのような問題がありまた苦しみにあっていたとしても神様の前に祈る時に信仰を強めてください。私たちの前にある後悔が 分けられる働きが、見業が起こ,る起こるよう導いてくださり、祝福された乾いた地を渡ることができるよう祝福してください。すべてを信じたとおりになることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆にお祈りします。ア